海と日本プロジェクト。これも海だ、ビールだ。海水浴シーズン前の酒田市浜中あさり海水浴場、この海岸にもプラスチックなどの海洋ごみが漂着していました。ごみが海から流れてきてのはしょうがないけど、捨てるのはなんかやめてほしいなと思います。海ごみゼロに向け子どもたちが活動します。地元の小学生たちが砂浜に流れ着いたごみの調査を行うのです。子どもたちに地元の海に関心を持ってもらおうというのがこの活動の狙い。海ごみの約8割が川を伝って流れ着いた町のごみ。子どもたちは流れ着いたペットボトルや空き瓶などを一つ一つ拾い、ごみの量を調べます。うわあ、あのごみだ。これめっちゃ広いよ。この日、子どもたちは17キロの漂着ごみを回収。調査を通し、改めてごみのポイ捨ての影響を学びます。瓶が2つ。プラスチックの大きいやつもあったけど、プラスチックのちっちゃいやつとかも多かったです。プラスチックのごみとか紐のごみが多かったです。ごみを捨てないように声をかけたりしたら綺麗になると思います。このゴミとかをもっと集めて捨てないようにします。裸足で歩ける砂浜へ、地元の海を愛する子どもたちの願いです。海と日本。